ウィープレスウィークリー。今日の天気です。ホーチミン市では大気汚染にご注意ください。本日のメニューです。アメリカへのシーフード輸出が急増、第3四半期雇用統計が改善、ダナンからクイニョンを走る豪華列車の旅、ベトナムがサイバー攻撃の標的に、アップルがベトナムの4社をサプライヤーに追加などの話題をご紹介します。アメリカへのシーフード輸出が急増。ベトナムの水産物の最大の買い手であるアメリカへのベトナムの輸出額は今年1月から9月の期間で前年同期比 22% 増の18億ドルに達しました。ベトナム水産輸出加工協会によると、中国への輸出は 76% 増の13億5000ドル、 EU への輸出は 41% 増の10億ドルでした。ベトナムの水産物輸出総額は1から9月で85億ドルに達し、前年同期比 38% 増となりました。エリの輸出は 23% 増の約34億ドル、パンダシウスは 82% 増の20億ドルでした。インフレの圧力によって消費者が支出を抑え、手頃な価格のタンパク質を購入する傾向が強まっていることで、パンダシウスの輸出は9月だけで前年同月比約2倍となりました。ベトナム水産輸出加工協会はベトナムの今年の輸出目標である100億ドルが達成できるだろうと予測しています。ベトナムは世界的に輸送コストが上がる中で、地理的にも近く消費の需要が高まっている中国が今年の残り数ヶ月での重要な市場となることを予想しています。パンダシウスは主に東南アジアに生息する淡水魚で、ナマズの一種です。あっさりとした癖のない白身魚で、最近はコストコなど日本のスーパーにも多く売られています。第3四半期雇用統計が改善。6日に統計総局が発表した2022年第3四半期の労働及び雇用状況に関するレポートは、労働市場の回復が確認されました。具体的には15歳以上の就業者数は5080万人で、前四半期より25万人増加、前年同期より350万人増加しました。労働市場はかなり回復し、新型コロナパンデミックが発生する前の2019年の同期よりも高い23万人の増加となっています。昨年同時期に最も大きな打撃を受けた3つの地域、南東部メコン川デルタ、北中部および中央海岸は力強い回復を記録しました。特に南東部地域で雇用された労働年齢の労働者数は970万人に達し、前年同期に比べて160万人、19.5% に相当する増加をしたことです。統計総局副局長のグエン・チュンティエン氏によると、加工業、製造業、宿泊業、外食業の労働者の平均所得は、前年同期に比べて伸び率が高く、主要な経済部門が力強く回復し、成長を続けている、ということです。ダナンからクイニョンを走る豪華列車の旅。米国の旅行サイトのザコインツガイはダナンとクイニョン間を走る列車の旅ザヴィンテージを世界で最も豪華な7つの旅に選出しました。この列車はアナンタラホテルズが2020年に開始し、アナンタラホイアンリゾートとアナンタラクイニョンビラの間を毎日運行しています。予定は6時間となっていて、12人以下の乗客を乗せてダナンからホイアン、クアンガイ、クイニョンの人気観光スポットを巡ります。車内には6つのキャビンがあり、それぞれ窓際の2席からベトナム中部の緑の水田や山々、海岸線を見渡すことができます。片道323キロの乗車券は1人350ドルで、料金内にはベトナム風フランス料理のコース、ワインとビールの飲み放題、頭と肩のマッサージが含まれます。ザヴィンテージの他にはベニスシンプロンオリエントエクスプレス、7つ星インキューシュ、アンデスエクスプローラーなどの列車旅がリストアップされています。ベトナムがサイバー攻撃の標的に、
ロシアに拠点を置くコンピュータセキュリティ会社カスペルスキーは、2022年前半の6ヶ月間で、ベトナムのリモートワーカーを標的としたブルートフォース攻撃1890万件以上を阻止し、東南アジア諸国の中で最も多い数を記録したと発表しました。カスペルスキーによると、東南アジアではハイブリッドワークやリモートワークが引き続き主流となっていて、1月から6月までに4700万件以上のリモートデスクトッププロトコル攻撃を阻止しました。カスペルスキーは東南アジア地域で1日平均26万5567件の RDP 攻撃を阻止しています。この期間中、カスペルスキーがサイバー攻撃から阻止したのはベトナムが最多の1890万件以上で、次いでインドネシアの1170万件、タイで860万件でした。この統計はデータの提供に同意したユーザーから寄せられたカステルスキー製品の検知結果に基づいています。RDP はマイクロソフトが独自に開発したプロトコルで、ネットワークを通じて他のコンピュータに接続するためのグラフィカルユーザーインターフェースを提供するものです。これはサーバーやパソコンを遠隔操作するために、システム管理者から技術力の低いユーザーまで広く利用されています。カスペルスキー東南アジア担当ゼネラルマネージャーのヤオ氏によると、自宅やオフィス以外の場所で仕事をする場合は、個人のデバイスから企業のリソースにリモートでログインする必要があり、その際によく使用されるツールの一つが RDP です。カスペルスキーはリモートワークが主流となる中でこのプロトコルの使用が継続されると見ていて、悪意のあるものはブルートフォース攻撃によって企業や組織を侵害しようと追撃を続けることが予想されます。カスペルスキーによると、60% の企業が従業員に自身のデバイスを業務で使用することを許可しているため、従業員にサイバーセキュリティのベストプラクティスを教育し、リスクを認識させて企業のリソースで安全に作業する方法を理解させなければなりません。アップルがベトナムの4社をサプライヤーに追加。アップル社は2021年会計年度にベトナムのサプライヤー4社を新たに追加し、全世界190社のサプライヤーのうちベトナムのサプライヤーは25社となりました。ベトナムで有名なアップルのサプライヤーはフォクスコンとルクシェア、サムスン、インテル、LG の子会社です。リストから外された唯一のサプライヤーは、リンズオンショーとダナン市に工場を持つポスター電機でした。中国は今でもアップルにとって最大の製造拠点で、全製造業者の半分を占めています。アップルはベトナムでの製造活動を活発化させ、アップルウォッチと MacBook の生産を行う予定だと言われています。グローバル総合金融サービス会社 JP モルガンのアナリストは、アップルが中国から生産拠点の移転を進める中、2025年までに AirPods の 65% がベトナムで製造されると予測しています。ベトナムとパレスチナが連帯と友情を強化。党中央委員会の対外関係委員会の委員長であるレホイチュン氏は、ベトナムとパレスチナに対し、今後、国家、友情、協力などを強化するための措置を講じることを提案しました。6日にハノイで開催されたパレスチナ民族解放運動の中央委員会事務局ジブリル・ラジューブ常任委員が率いる代表団のレセプションで、チュン氏は、ベトナムは常にパレスチナの状況に注目していると強調しました。彼はまた、マサヨ氏、基本的な国民的権利、自決権、独立したパレスチナ国家の確立を求めるパレスチナ人の戦いを支援するというベトナムの一貫した姿勢を確認しました。ラジユーブ氏は、パレスチナ大統領とファタハ議長のマフムード・アッバスの願いと敬意をベトナムの党と国家の指導者に伝えました。彼は、パレスチナ人の闘争に対するベトナムの党、国家、人民の支援に感謝し、両党と人民の間のより強い連帯と友情への希望を表明しました。双方は、国の状況を互いに伝え合い、両国の関係を促進する方策も模索しました。サイゴン商業銀行の取り付け騒ぎ。8日午後、国営銀行のダオミンツ副総裁はサイゴン商業銀行の取り付け騒ぎ問題について、満期日前に慌てて引き出すと利息がもらえなくなります。
とコメントしました。これはサイゴン商業銀行 SCB の信用不安の噂が市民に広がり、一部預金者が現金化に走り窓口が混雑する事態になったことを受けたものです。7日、 SCB の取締役が急逝したことをきっかけに市民の間で騒ぎとなり、取り付け騒ぎに発展したということですが、これとは別に実業家でアンドン社の関する詐欺事件でチュオン・ミーランさんが逮捕されたことを受けて、 SCB が同氏が管理職や役員ではないと説明に追われています。 SCB は資産が最大のプライベートバンクで、第2四半期末の時点で760兆ドン、約3兆8000億円を超えています。ベトナム株式が世界で最悪の下落。ベトナムの株式市場は今週 8.5% 下落し、世界で最悪のパフォーマンスを示しました。市場データプロバイダーによると、ロシアが 4.8% 減、ベネズエラが 1.87% 減で、これに続いています。過去4週間でベトナムはロシアに次いで世界で2番目に悪いパフォーマンスを示し、 VN インデックスは 16.67% 下落しました。上位30銘柄で構成される VN30 バスケットはこの期間に 18.51% 下落しました。パフォーマンスが最悪だったのは民間銀行のテクコンバンクと VT バンク、および電子機器小売チェーンの MOBILEWORLD でした。ベトナム国家銀行は先月、インフレを抑えるために政策金利を引き上げましたが、ドルはドンや他のほとんどの通貨に対して新たな高値まで上昇しています。 SSI 証券のセールス責任者のグエアンドゥックさんによると、個人投資家はパニックに陥っており、株を選ばずに投げ売りしていると語っています。一方でアジアフロンティアキャピタルなどの一部の投資ファンドは、ベトナムの長期的な経済見通しを考慮してベトナム株の追加購入を検討しているということです。ベト株日記も連動して赤字が急拡大。8月にはプラスマイナスゼロまで戻しましたが、現在はマイナス 22%。 プラスなのは水力発電の NT2 だけとなっています。毎月買い増しの予定が数ヶ月様子見になっているので、年末に向けて食品関連を拾っていきたいです。今日のニュースはいかがでしたか？感想やご要望をコメントに入れていただけたら嬉しいです。新茶を。